すり足がもたらすもう一つ、要は足が動かないもう一つの弊害は何かって言ったら棒立ち。ちょっと待って、もうその場に根が降りたようなボクシング、ここ、はい、でこうまだここでな、じっとしてる分には構えへんわ。これでリズム取りながらボクシングするんやったら構えへんで。だけども足が動かへんもんだから、上半身、それにつられて上半身も動かへん。こうやったらマンツーで、マンツー、ジャブ、手打ち、全部。でも教えたのはこうやったら足のステップリズム踏みながらジャブ、リズム出しながらジャブ、パンツーパンツーパンツー、この下半身のこの動きだよ。1212、これがパンチが伝わるわけ。それがお前はここが止まってる、固まってる。だったらうんつうんつうんつうふく、わかんない、もう棒やし、もうこんなよく、ここ棒入ってんちゃうかな思ったら、ここにこんな感じ、ここでパンチ打ったら中に出たら、ここをまず動かせ、腰を動かせ、腰を移動させる、その場にいるんじゃなくて腰を移動させるんじゃなくて、足やろ、足が移動したら腰も一緒に動くやろ、腰が動くと肩が動いてパンチが出るわけよ。ある、ここを動かす、移動させる、それを意識しないといつまでたってもボッタチずっと足使ってんで、使ってんで、こうやってこまめにこうやって小刻み、こうやってやって、こうやってめっちゃ小刻み、こうやってやって、これ見とくの、こうやってこんな感じ、これでパンチも打てない、相手も見てない、肩を、あ、こういう肩をボクシングとリングでやってるだけ、相手相手見てやろう、相手を動かす、相手に合わせるボクシングは相手に付き合わない、でも合わせる、スタイルを合わせていく、相手がサウスポーになったらどうすんねん、押しだぞ、そう、相手の前足の外とで、常にそこでもっとリードを使う、で常に相手の前の手より上にあれ、サウスポーの場合、そう、そこ手はそことで、足はそこ、手はここ、ここを取る、そう、ここ取られんな、はい、ん、右から、右からそうで、右から打つときは相手もそうやけど、こうあったら相手はこう入って、でこれに左打つある、こうあったらこう左出し見えへん、じゃあお前も同じことせ、相手に対して踏み込みが相手の外、足のこの状態だろ、この状態があって相手の外に踏み込む、そうで右手、
お前とっぱらしかしてない。そうやろ。いいです。足で捻挫したの。捻挫したみたいな。常に引っ張ってる。1、2、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 
バージョン。なんで動くんですか。なんで音がする。なんで音がする。テルシー。そういう意識してシャドウし。次なら。最後抜くな。おっしゃー。